でもそうすんです。あそこにちょっとね、おっかない負け物、いつ化けでも使物えがるいよ。ますね。スタルヒノックスって言うんですけども、悟り山の人、悟るヒノックス、悟るじゃねえわ、スタルヒノックス なんかとりあえずこのスタルヒノックスは目が弱点なんですよ。普通のヒノックス同様で、そのスタルヒノックスの目を打つとですね、当たんねえな。うわ、怖い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 、
ちゃったよ、ハエ。待って待って待って、いろいろなんかなくなっていくんだけど、あいつの体。あ、来た。で、この取れるんですよ、目が。で、こう取ってこうして逃げようとするんですけど、こう、まあ、崖の下とかに蹴り落としましょうか。蹴り落とすとですね、なんかでも元の主の元に戻ろうとするんですね。ね、スタルヒノックスも向かってるはず。向かってない？向かってるよね、ほら。諦めた？諦めるとかある？ほら、もうね、なんか感動的ですよね。すごい、すごい感動的だと思うんですよ。ね。ちょっと俺落ちちゃったけど、今。元の主のとこに戻ろうとするんですよ。ほら、お前の恋人は崖の下だ。お前取ってこいよ。はっはっへーってやってやると。あれあれ？嫌われてんじゃねえ？嫌われてんじゃねえか、お前。あれ？死んじゃった、死んじゃった。失恋？失恋これ。俺、とどめ刺してないよね。と、まあまあ、最後なんか目玉がどっか浮気にしに行ってましたけど、まあ普通は、主のところに戻ろうとするんですね。スタルヒノックスの方も目を探そうとしますし、目の方も、主の方に戻ろうという、そういう動きがあるわけなんですけども、まあ僕のやりたいことなんですけど、こう、木で檻を作って、目を隔離したいんですね。うん、どこに檻作るかは大切だな。ここかな？ここをこう行って、ここに檻を作りましょう、じゃあ。この岩もちょうどよくあるんだよ。これ、ロヤス。一応これで。最初こうですね。牢屋完成しました。最初この中に入れます。この中にね。よし、スタルヒノックスのメンタもさらってくる。匠の家完成しましたよ。これです。最初は、岩2個で作りました。来た！よし！もらった！はっ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 、返して欲しければ俺の城まで来い。彼女！彼女！よし、返して欲しければ俺の城まで。来た来た来た。よしよしよし、入れるぞ入れるぞ。はい、閉じ込めた。脱走する？あー、牢屋突破された。彼女すごい。あ、彼女すごい。あー、ちょっと牢屋がクソですね。あ、このね、この隙間に行こう。ここであれば結構閉じ込められるかもしれない。匠の家完成。匠の家じゃない、牢屋。よし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 、ウルボザ出てきた、ウルボザ出てきた。やばいやばいやばい、牢屋。ロイヤ。お前の彼女はいただいて。あ、どう、来た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 、ほら来た。
閉じ込めた。来れるあいつ、そろそろ朝日昇るんですけど、彼女完全に閉じ込めたよ。なんか動いてる、助けてって言ってる。いや、これは朝になったからかな。牢屋は完璧だったな。バイバイ、ありがとう、さようなら、愛しい恋人よ、あんたちょっといい女だ。いや、なるほど。じゃあ、こういう殺し方もありってことだね。この、彼女を閉じ込めて朝が来るまで待つっていう。なんてむごたらしい、恐ろしい殺し方だ。